シャンソンマガジン YouTube チャンネルへようこそ。皆さん、興味ある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。さて、今回は特集ミシェル・サルドゥということで、大好評、宇藤火山さんにサルドゥについて語っていただくということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、クリスね、確かにあの映画でもこのルアンヌさんがこうお父さんお母さんに向けてこう、ね、こう最後のオーディションの時にわーっと歌うシーンが印象的ですけど、そうですよ ね。文女さんもこう、ね、パフォーマンスこの前も拝見させてもらうと、はいはい、何かこう粛々というか、こうなんか派手さがないけど、ね、そうなんですよね。だからそのサルドゥの、まあ、その曲、あの映画の中で歌った曲っていうのは、うん、みんな70年代、うん、そのぐらいの曲だったんですけども、その頃サルドゥが歌った時はね、なんかかなりちょっと派手なオーケストレーションで大掛かりな感じで歌ってたんですよね。ところがそのルアンヌの声っていうのはやっぱりオーケストレーションあまり派手なのに合わない、うんうん、そこでピアノ一本にしたことで彼女の声がなんかこうより生きてきたみたいな感じがするんですよね。さらに言うと、その彼女の声を生かすそのメロディーがやっぱ叙情的というか、それが際立ってきましたよね。そうですよね、うん、だからそれでもう全てにうまくいった、あ、まあ、成功、まあその映画のこの主題というかね、それもやはり感動的なね、あの内容だったと思うんで、まあ、私はね、あのブロードウェイのジャバーもね、すごい印象残ってて、やっぱ先生がほらこう、なんかレッスンしてる時ね、あ、合唱でみんなでなんか楽しそうだな、ね、そうですよね、うん、まあ本当にあれはブロードウェイのジョバー楽しい曲で、うん、あのアップテンポでね、うん、リズミカルで、まあ、とてもあの曲もフランスではものすごいヒットした曲なんですよ、うん、そうなんですか。だからそれとあとは恋の山ね、恋の山マラディ、はい、ラマダリダム、はい、その2曲が彼の最大のヒット曲なんですよね、うんうん。まあ、ミシェル・ザルドゥまだ現役ということですね。そうですね、だから今その観客動員ではもう本当にフランスのトップクラス、ジョニー・アリディといい勝負っていうんですね。ですから、まあ、ジョニー・アリディっていうのはロックの、はいはい、まあ、大御所ですよね、はい、フランスでは有名なんですけども、なんかジョニー・アリディもね、なんかちょっとこうシャンソンマガジンで取り上げてみたいな。ああ、そうなんですか、ね、多分80年代ぐらいだと思うんですけど、うん、2人でコンサートをやってるんですよ。そうですか。あの会場はどこだったかな、パレデコンプレーだったと思うんですけども、うん、まあ、2人は結構仲がいいのかもしれませんね。なんかやっぱりそのこうシャンソンマガジンで取り上げるのは結構レジェンドクラスの人が、ね、多かったんだけど、やっぱもうちょっとこう新しい時代のね、そうですね、そういうのもちょっとやっぱ特集今回は、ね、サルドゥやってみて。そうですね、サルドゥもフランスでの人気に比べると日本ではいまいちっていう感じだったんですけど、ジョニー・アリディなんていうのはもうフランスではもう大御所中の大御所みたいな ね、もう本当にトップスターですからね、うん、なんかやっぱりここの日本で受けるこう向こうでは人気があると、やっぱその辺のこう落差というのは、なんか風間さんなんか両方知ってるんで、まあその多分ね、日本人にとってはそのロック、うん、フランス語のロックなんて、うん、邪道だみたいに思ってるかもしれません。やっぱりブリティッシュがあって、ね、アメリカがあって、まあ確かにそういうところはちょっとあるかもしれませんけどね。まあ、もちろん他にもね、またフランスではものすごく有名でも、はい、うん、日本では全く無名っていう歌詞もいっぱいいるわけですね、はい、それはまあしょうがないとは思うんですよね、うんうんうん、まあこれだけこのインターネットが流行ってる時代ですからね。そうですね、まあ、今向こうで流行ってるものって言ったら、まあ、聞こうと思えば聞ける、ね、そうですよ ね、まあこのインターネットの力っていうか、そのお金っていうのがね、うん、それは素晴らしいと思います。そうですよね、これがなかったらね、やっぱり新しい曲は知ることはできなかったですよ。でも逆にこう CD が売れなくなった、まあそれはありますよね。まあそれこそ例えばまあ70年代60年代か70年代は結構ラジオとかテレビでもシャンソン紹介されてたのは、最近さっぱりですよね、ほとんどね、テレビでは見ないですよね。そうですから、もうこちらから積極的にインターネットで探そうと思えば探せるけれども、まあ、そういう、こう時代の流れみたいなのは、うん、ね、確かにあると思うんですよね、はい。まあ、シャンソンマガジンもね、この本と CD 出してるけど、やっぱ YouTube もやっていこうっていうのね、多くの人にやっぱこう知ってもらいたいっていう、ね、そうですよね、そういうのがありますよね。いや、まあ、今回はね、火山さんにまた久しぶりにこう、ね、こうお話をお聞きすることができてね、とても貴重な勉強になりました。ありがとうございました。はい、どういたしまして。はい。
ではシャンソンマガジン YouTube チャンネルをチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。でこれで